就活キャリアの悩みを無料匿名でプロに相談できるのはキャリエモン。こんにちは、ヒロさんチャンネルのひろきです。本日はキャッシュレス業界の業界研究を行っていきます。日本のキャッシュレス業界は日本の経済成長と社会の発展に重要な役割を果たしています。キャッシュレス決済は現金を持ち歩く必要がなく、スピーディーに支払いができるため利便性が向上します。またキャッシュレス決済ではクレジットカードや電子マネーなどの情報が記録されるため、会計の正確性や不正利用の防止にもつながります。さらにキャッシュレス決済ではデータが蓄積されるため、市場分析やマーケティングにも活用できるなど、様々な将来性があります。今急速に進むキャッシュレス化、その現状について詳しく解説していくので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それではまず最初にキャッシュレス業界の歴史についてです。日本におけるキャッシュレス決済の始まりは1951年のダイナーズクラブカードの登場とされています。その後1966年には初の国産クレジットカードとしてジャパンクレジットビューローが設立されました。2000年代に入り、パソコンや携帯電話の普及に伴い電子マネーが急速に普及しました。2001年には JR 東日本が非接触型 IC カードスイカを導入しました。また2004年には携帯電話を利用した電子マネーエディがサービスを開始しました。2010年代に入るとスマートフォンの普及によりモバイル決済が注目を集めるようになりました。 Apple Pay や Google Pay がサービスを開始し、その他にも QR コードを利用した PayPay や LINE Pay などのサービスが登場しました。また日本政府は消費税率引き上げの際にキャッシュレスポイント還元事業を実施するなど、キャッシュレス化の推進に力を入れています。これによって小売店や飲食店でもキャッシュレス決済の受け入れが進んでいます。続いては日本のキャッシュレス業界の全体像を見ていきましょう。スマホ決済サービスシェアの上位はこちらとなっています。キャッシュレス決済単体の売上で出てきたのが PayPay と楽天 Pay だったのですが、 PayPay は532億円、楽天 Pay は514億円とのことでした。 ES 添削ならキャリエモン。続いては日本のキャッシュレス業界の現状についてです。キャッシュレス業界は主にコード決済と電子マネーに大別されます。近年はキャッシュレス業界に新規参入する企業が相次いでおり、進出企業の業種は多岐にわたります。コード決済と電子マネーが大半を占めており、海外系の企業がこれに続きます。近年はコード決済が急成長しており、通信やインターネット、流通系の企業が多く参入しています。経済産業省の発表によると、2022年の国内キャッシュレス決済比率は 36% となり、その内訳はクレジットカードが 30.4%、 デビットカードが 1%、 電子マネーが 2%、 コード決済が 2.6% でした。まだまだクレジットカード比率が高いので、電子マネーやコード決済の成長の余地は大きいです。 QR コードの利用額は7兆3487億円、電子マネーは5兆9696億円となっております。特に QR コード決済の利用額は前年の4兆円台から7兆円へと大幅に増加しており、 QR コード決済の伸びが著しく大きいことがわかります。2022年には PayPay の登録ユーザーが5500万人を突破したと発表しており、加盟店も2022年末時点で400万件近くまで伸びています。続いては日本のキャッシュレス業界の未来についてです。今後のキャッシュレス業界は順調に推移する可能性が高いと言えます。日本のキャッシュレス化は依然として低い水準にあり、まだまだ伸びる余地があります。政府も国内キャッシュレス決済の普及を推進しており、2025年までにキャッシュレス決済比率を 40% に伸ばし、将来的には 80% を目指すとされています。課題であった決済手段の乱立も統合と淘汰により、最終的にはいくつかに集約されていくと予想されています。新型コロナウイルスの影響によってキャッシュレス決済の普及は進みました。人間は一度手にした利便性を手放すことはできません。そのためキャッシュレス業界はこれからも長期的な発展が予想されています。最後に採用についてです。キャッシュレス業界を志望する方の志望動機で一番多いものは、日本の遅れているキャッシュレス化を進めていくことで便利な世の中にしていきたい、これが一番多い志望動機になります。この動機がダメかというと、もちろんそんなことはないのですが、実際に採用される上位数パーセントに入るには、他の人と同じことを言っていてもなかなか差別化が難しくなってしまいます。キャッシュレス業界に就職する方の多くは営業職として就職することになるので、
キャッシュレス化の現状としてすでに大型店舗では導入が進んでいるのが実態です。じゃあなんでキャッシュレス化が日本全体で進まないのかっていうと、小さな小型店舗でキャッシュレス化の導入が進んでいない、それが理由になります。そういった店舗ではオーナーの方が高齢だったりして IT 化を嫌がる傾向があったりします。そのような小型店舗に導入するためにどういったことが重要なのかというと、泥臭い営業というものが重要になります。何度も何度も足しげくその店舗に通って仲良くなって、あなたがそこまで言うなら導入してあげるよと、そういう風に言ってもらえるような泥臭い営業活動をしていくことを伝えられると、企業からはおこの人はうちで活躍してくれそうだな、そう感じてもらえるような内容を伝えることが重要になります。志望動機を伝える際にそういった部分を意識すると通過率が上がると思います。それでは最後に代表企業の平均年収をお伝えしていきます。 PayPay 年収673万円、楽天 Pay 611万円。就活キャリアの悩みを何でも無料で解決できるキャリアモン、以上がキャッシュレス業界の業界研究となります。今日お伝えした情報が皆さんにとって少しでも参考になっていれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。